鳥取環境大学には環境学部と経営学部があります自然環境の保全と経済発展2つのバランスの取れた社会実現のための人材育成を行っています今回は鳥取環境大学環境学部の吉永郁夫先生です吉永先生は海の微生物の研究や漁村の再生に取り組んでいます東日本大震災後の海辺の復興が今回の提 調査して分かった海中の変化や海を生業とする漁師との関わりから、産業の再生を考えます。森や海の恋人という運動は、東北地方の主に気仙沼を中心に漁師が森に木を植えるという運動です。3年前の3月に震災が襲ったわけです。 その時の海の中の様子というものを我々は調べてきましたのでそれについてお話をいたします。これは沈水海岸と言われる地形です鳥取の浦留海岸もこのような地形なんですけれども鳥取の場合は昔海底であった陸地が隆起してその隆起した地形を波などが削ってできたいわゆる海色地形といわれるものです。 それに対して、この沈水海岸というのは、陸地の谷の部分が海に沈み込んでできた地形です。ですから、多くの谷は川が下を流れていますから、多くの三陸利安式の海岸の湾の中では、川が注い込んでいるわけです。この川を持つ湾の中では、古来、多くの魚介類が生産されてきました。 つまり陸地の栄養,が栄養を川が運んできてそれは海の生産を助けるとですから、えー、この三陸の海岸というのは海からら直接山がしてほとんんど畑は見られませんつまりこの地方の人々は海の幸とそれから木材を含めた山の幸をなりわいとしの元としていたわけです。高度経済成長期以降 赤潮の被害が見られるようになりました。えー、漁師さんは、えー、主にこの湾の中で、カキやホタテ貝の養殖をしていたわけですけれども、えー、全く商品にならないという被害を受けるようになりました。どうしてこのように海が荒れてしまったんだろうかというふうに考え、そしてその中で、これは海だけの問題ではないと。もしかすると、森の恵みに問題があるのではないかというふうに考えたわけです。えー、そこで、えー、山に向かって、山の人々と共に、 荒廃ししたた山に木をを植えるという活動を始めました今ではその活動は全国に知られるようになってきました。また国際的にも知られるようになってきました。河川が運ぶ森の栄養とはどういうものなんでしょうかこれまでのこの講義でもお話ししましたように河川は砂や泥も運びます。また森の あるいは陸地畑や田んぼの栄養分も河川水が海に運んできますそういうものが海の生産というものにつながっていくあるいは海の景観にもつながっていくということをお話しいたしました山陰地方でも昔から多くの砂鉄が得られそこからたたら製鉄が盛んに行われてきましたおそらく奥出雲から流れ出る火川は 中国山地に見られる豊かな紅葉樹林帯とそれから多くの鉄を乗せて中海宍道湖へと下っていたものと思われます。これが宍道湖そして中海の豊かな海の幸を作り出していたのではないかと考えられます。4年前この三陸地方を震災が襲ったわけけですけれども こちらは、えー、気仙沼湾にで見られた光景なんですけれども、えー、船がこういう形で沈んでいるあるいは木材がこのような形で浮いているこの研究チームで、えー、まず何ができるかということを考えました、えー、その中で先ほど申しましたようにこの三陸の海というのは、えー、海の幸でを生りにしているしかし震災によって多くのというか全ての船が流されしかも海,海 海の様子は誰も知らない、そういう状況で実際にカキやホタテの養殖あるいは水産業漁業というものを再開していいのかということを非常にみんな不安に思っているそういう話を聞きましたそこで我々は海の様子をを調べよううという活動を始めたわけです。まず我々がやったのはソナーを使って気仙沼湾それから毛ネ湾のがれきの状況を調べるということです。 これは早期の撤去を支援するという活動ですそれからこの海域で水産業を再開するにあたってまず海の様子を知らなければいけない実際再開できるものであるかということを調べましたさらにその結果としてこれからこの地域の復興あるいは将来のまちづくりというものをどうするべきかということを住民の方々と一緒に考えていきました これはソナーの画像なんですけれどもこのように瓦礫がこういう影のように見えますそこに水中カメラを下ろしてみますとこれはおそらく陸地にあった足場のようなものだと思いますけれどもこういうものが海底に至るところに見られることが,見ることができましたこれをこのような湾の中にマッピングしていきますで場所とそれからその分かる限りですけれども どういうういいものであるかということこをマッピングしそれを行政の方あるいはボランティアの方に提供して撤去していくとそういう作業です。こちらは三陸の海に多く見られる大型の海藻類に泥が積もってこれで海藻はどんどん枯れていっている状況です。こちらはアマモという海草ですけれどもこの海草 もうやはり土砂の影響でししょうか枯れててまっていましたこれはこの気仙沼モーデン湾のもともとあったであろう全体の食物網の関係なんですけれどもその中でおそらく震災があったあった後に微生物のいわゆる基盤を支えるところから徐々にこのような形で再生していくんだろうというふうに思われました。 さてその上でこれは海水を取ろうとしている図なんですけれども海水の様子それから海底の堆積物の様子というものも科学的に調査をいたしましたいろんなところから入ってきたさまざまな物質が海底に堆積しているであろうということからこれを経時的に調べてていってるわけですこのコアを横から見た図です。でこのちょっっと黒くなっている部分が おそらく震災で一度えぐられ巻き上がった後に堆積した部分であると思われます巻い上がったものが再び堆積したつまり非常に多くの油を含む泥でありました実際このように上から見てみますと堆積物から油がじわじわと滲んでいるそういう光景がありますでこのような海底の堆積物の状況では おそらく牡蠣やホタテの養殖をしたしたとしてもなかなか商品化するのは難しいということが考えられますそこで刑事的に毎月このような顔をいろんなところで取ってこの海底の様子がどうなっていくかということを確認していきましたその結果幸いなことに震災から約半年経った頃合いでしょうかはもはやこのような油がにじむようなところは数が少なく なっていました、えー、我々は当初危惧しておりました、えー、鉱物油であるとかあるいは陸の、えー、農薬などの化学物質あるいはダーウィキシンの問題、えー、それから有機汚濁の問題というものが、えー、震災から半年後には、えー、少なくともホタテ貝やカキの養殖に、えー、害をなすレベルではないということが 科学分析の結果分かって分かりました。そのことを2011年の8月には現地の漁師さんを含めた市民の方々に報告をし、そこからじゃこれからカキやホタテの養殖を始め再開しようとそういう機運が生まれてきたわけです。さてその過程で我々はいろんな漁師さんにと知り知り合うことができました。 その中のお一人なんですけれども、えー、彼自身は、えー、まああの多くの船もあり、船も家も、それから資産もすべて震災によって失ってしまいました、えー。しかし、こういう笑顔で我々を迎えてくれたわけです。なぜこの笑顔ができるんでしょう。それは彼自身が、えー、何もかも失ったけれども海さえ あれば海さえ元に戻ればいくらでも復活できるとそういうふうにおっしゃるわけです海に生きる人々にとってみれば、えー、いかなる資産よりも海が健全であってその中から、えー、いろんなものが取れる成り生業としていけるということが、えー、未来の希望になるんだなということが我々としては実感しました、えー、先ほども言いましたように震災から約半年後の10月、えー、我々の調査を受けて 漁師さんたちは柿のイカダを海に浮かべることになりましたこれまでにもうすでに三回ほど出荷をいたしていますこのこちらに見られるこの湿地のような状態がになっていますけれどもここは昔住宅があったところですこの三陸のケースから我々が得なければいけない教訓というのは我々が生きていく上で このの自然環境の資本あるいは海というものをさえあれば、えー、災害でにあったとしても、えー、人間としても、えー、復興できるとつまり海自身は震災の爪痕は比較的早く、えー、見えなくなります再生して,していきましたですからその海を大事にしてそ,こをその上であの津波に襲われたとしても えー、復興へのアイデアを作っていかなければいけないのではないかなというふうに、えー、教訓として考えたわけです海に囲まれた私たちが住んでいる日本、東日本大震災の復興を願い、その教訓を生かして、陸地と海との関わりを次の世代へ伝えることが必要です。 どうしても我々はあの津波の被害から逃れることは多分できないと思います、えー、ただその場合に完全に海を遮断してしまうとそうすると海の荒廃を招くわけですこういう災害に遭った時っていうのは最後の漁師さんもおっしゃってたように海があればそこからもう一回生活の基盤を立て直すことができるというふうに僕自身も考えるわけですですから 海を健全にしておく、そして海の再生から陸の再生につながっておくっていう考え方が、僕自身は防災にとっては必要なのかなというふうに思います未来への授業。次回はご覧の内容です